本当は婚約破棄などしたくないのに。私、第一王子のアイザックには公爵令嬢のコーデリアという婚約者がいる。だがこの落選王国にはしきたりがあり、聖女が出現したらその伴侶に選ばれた者が王となるのだ。そして聖女が現れてしまい、なんてことを。コーデリア、ヒナ、二人のバトルは国民の人気投票に。広報部とは一体アイドルの握手会、リリース、対象者全員プレゼント。この恋の行方、一体どうなってしまうのだ。まあいい、わからないことだらけだが、私の気持ちは昔から変わらない。コーデリア、私の婚約者は君だ。広報部出身の悪役令嬢ですが、無表情な王子が君を手放したくないと言い出しました。強く思うんだ、君の笑顔を守るのは私でありたいと。